俺が高橋ひろむだ。みんな本当に待っててくれてありがとう。俺が帰ってきたからには新日本プロレスジュニアを今よりももっともっともっと楽しませてやるから安心してくれよ。でもさ、みんな心配してるんでしょ。え、なに高橋もできんの本当とかさ、え、欠場明けなのに調子こいてんじゃねえよ。どうせお前スタイル変えて帰ってくるつもりだろとかさ。客の気持ちを読んでます。へえ、じゃあよ。誰が俺以外にこの最強の男に挑戦するんだ。俺しかいねえだろ。ちょっと見とけ。なんだ、あれ脱ぐんじゃなくて出場中は絶対見せなかったですよね。顔も体も。受け身を取った。そしてコーナーにぶつかる。リングの感触を。これでこれぐらいやっても首は大丈夫じゃないのか。え、笑ってると思ったんですけど笑ってないんですか。痛いんじゃん。押さえてますよ。オスプレイは。もうダメだこれ。痛い。どういうことだ。お、そしてブリッジするのか。ブリッジ、ブリッジ。お、首でブリッジ。首で、首で。マイクプリーズ。マイクプリーズ。マイクを誰か。マイクプリーズ。オスプレイがマイクを。そのまま喋るの。手は出すのか。コングラチュレーションズ、ウェア・オスプレイ。ナウ。You are the most strongest junior heavyweight wrestler. But Hirom is back. I challenge you. At Wrestle Kingdom.東京ドームで挑戦すると言いました。オスプレスジが誰かって言っても誰も出てこない。確かにそうですね、はい、そしてあの首の負傷とかっていうのはやっぱりこう受け身っていうのが一番怖いんですよね。はい、それをもやりましたからね彼は。そうですね。そしてあの海外修行から戻ってきた時と同じくこの大阪のリング、そしてチャンピオンの待っているベルトを舐めました。ベルトさんですね、舐めたんですね。いやー、高橋ひろむにとっても懐かしいリング、そしてベルトさん、そのベルトさんを取り戻しに来ました。欲しくて欲しくてたまらない、会いたくてたまらなかったベルトさんを取りに行くと宣言しました。レッスルキングダムで取りに行くと宣言しました。最高の舞台が高橋ひろむに用意されるのか。まずは高橋ひろむの意思が今日はっきりしました。かねてから中途半端な復帰はしたくないというふうに言ってましたけども、ドームで戻ってくるんですね。首の怪我というのは本当にマット運動からねリハビリを始めるんですけども、やっぱりそのゴロンって転がる後ろ受け身っていうのは非常に怖いんですけども、ものすごい高く飛んでね後ろ受け身して、あらゆるコーナーのぶつかり方をしてたんで。センキューミャー。首はもう大丈夫だよっていうアピールでしたよね、あの受け身がね。でこのこともね猫って言ってましたし、ね、
この独特の世界とか、なんか一気に違う世界に変わりましたね。さて、これが高橋宏夢の行動を受けてオスプレイはどう出るのか、そして新日本プロレス会社はどういう判断をするのか、今後のジュニア戦線見逃すことができません。こんなにもお集まりでありがとうございます。世界中のヒロムちゃんファンなら11月の大阪大会に出てくるって簡単に分かったわけですよね。え、簡単だでしょ。まず第一に、俺は相手が誰であろうと IWGP ジュニアヘビー級のベルト、そこにしか興味がない。そして第二に、最大級に最大限に目指ってる場所で挑戦する。そう、レッスルキングだな、東京ドーム大会。これぐらいの予想は簡単にできたんじゃない。俺がスーパージュニアを欠場した時点で分かりきった話でしょ。だって大概この11月の大会でレッスルキングのジュニアのカード組まれるでしょ。ここしかないじゃん。俺が好きなの IWGP ジュニアヘビー級に決まってるじゃん。簡単でしょそんな。ところが武士さんの挑戦すげえ刺激的だったよ。武士さんがどんな思いでこの11月のこの大阪の場所を選んで、オスプレイにタイミングを見て挑発し、ここにこの11月3日の大阪に挑戦したかが、俺には気持ち多分だけど分かるから、俺は武士さんに心から敬意を表す。ここで言うことは、ここで大事なことを言う。一つだけ大事なことを言う。ウィル・オスプレイ東京ドームで IWGP いただくよ。タイムボムだけだと思うな。No, I'm not a big fan of surprises, but God, you guys shocked me. That was a delightful surprise. I didn't think it was coming back for another year, last I heard. But nevertheless, a challenge, an actual challenge, a man who actually took this from me, a man that never actually lost this, a man that broke his neck, walked on his feet, and still retained this? I'm happy. I'm really happy. I've been waiting. This is exactly what I want. What a better way to put the junior heavyweight division on the map, on the grandest stage of them all, Wrestle Kingdom. Hiromu, I'm not the guy you once knew. While you've been absent, I have carried this division on my back. I have taken down every single junior heavyweight that has stepped up to me. And I've done it with sheer dominance. So do you think just because you hit the turnbuckles, you hit the guardrails, and you can bridge on your tiny neck, do you think you have a chance? I'm sorry to burst the bubble. Hiromu goes back on the shelf after Kingdom. Sorry, my friend. Just business.